エイプリルフール。エイプリルフールに夫が、〇〇さんが亡くなったって連絡来たぞ。と嘘をついた。その時点ですれ違いだったんだけど、もっと最悪だったのがその翌日。義母が危篤だって電話がうちにかかってきた。急いで夫に伝えたら、エイプリルフールは昨日だよ。しつこいな。と相手にしない。嘘じゃないってどんなに言っても信じてもらえず、夫実家に電話をかけ直して岐阜から直接行ってもらった。それでも、父さんとまで手を組んで何やってんだ。と本気にしない夫。本当に何度も何度も嘘じゃないって言ったのに最後まで相手にされず、私と娘だけで義母が運ばれた病院に行くことになった。病院の写真を送ったらさすがの夫も嘘じゃないって気づいたらしく、慌ててやってきたけど夫が到着する少し前に義母は亡くなってしまった。なんで最後に顔を見せてやらなかったんだ。と義父に言われた夫はふらふらと私の前に来て、思い切り平手打ちしてきた。そして、お前のせいだ。と、すぐに義父に取り押さえられてたけど、ずっとこっちを睨みつけながら、お前のせいだ、お前のせいだ。って叫んでた。電話でのやり取りがあったから義父にも娘にも誤解されることはなかったけど、夫とは一旦別居することになりました。別れる時に、一生許さないからな。と言われたけど本当にすれ違いでしかない。お前が一人で嘘ついて一人で疑って一人で自爆しただけだろうが。美容院で、旦那と私と同じ美容室に行っているのだけど、今日、一緒に行くはずだった旦那が急に仕事先へ向かわなければならなくなり、私一人で美容室へ行った。受付で、旦那の予約のキャンセルを伝えていると、待合席にいた女性、イカエーがこちらにやってきて、キャンセルなさるなら、私を繰り上げてくださらない?と言ってきた。話を聞くと、飛び込み客らしく、今から2時間後からスタートだったらしい。受付の人が予約を確認し、どうやら可能だったようなので、OK を出した。A は私に向かってお礼を言って席に戻った。私はそのまますぐにカットに入り、5分後くらいに A が一つ開けた隣に来た。やっぱり、カットだけでなくパーマもかけたいの。この発言に、この時は、時間が早くなったからパーマもするのかなぁ?と思っていたのですが、カットとシャンプーが終わり、会計を済まし帰ろうとした時。ちょっと、あなた、私の分の支払いが終わってないわよ。と、パーマのカーラーを巻き始めていた A が言いました。最初、何のことかわかりませんでした。帰るなら、ちゃんと私の代金も払って言っていただかないと。と言われ、やっと、A の支払いをしろと言われていることに気がつきました。え、無理で。あなたのところの予約なんだから、あなたが払うのが当たり前じゃない。いや、うちの予約はキャンセルを。それを、キャンセル前に私がもらったの。だから、あなたの予約よ。私はあなたのところの無駄になりそうだった予約をもらっただけ。だから、支払いはあなたじゃない。いきなり表現して、A は叫び出しました。それまでは、おとなしそうな感じでした。私が何かを言おうとすると、それを遮るように叫ぶので会話が成立しない。いきなりの出来事に固まってしまっていると、私担当の美容師さんに小さな声で、言ってくださいと言われ、カバンを渡され、とりあえず外へ逃げました。私が逃げると同時に動いた担当美容師さんは、私の出た後、扉を閉め、その前に立ち塞がるように立っていてくれました。私はそのまま急いで帰宅。そして先ほど、美容室の店長さんから電話がありました。今日のことについての謝罪と、警察にもしかしたら証言をお願いするかもしれない、という内容でした。あの後 A は一度おとなしくなったそうなのですが、会計時に支払いを拒否、店内で暴れたそうです。警察に連れて行かれるまで、ずっと。私は悪くない。早くあの女を連れて来い。と叫んでいたそうです。見覚えのない人だったので、近所ではないと信じたいです。先ほど、美容室の前まで行ってみたのですが、ほぼ休業されてました。しあさってまで予約の方のみの対応という張り紙がされてました。その美容室は道路側はすべてガラス張りなのですが、反面が青いシートで覆われ、同じシートで大きな板?と思われるのもがくるまれて壁側に寄せられていました。中に店長さんの姿が見えたので、話を聞くと、
昨日 A が暴れたためだそうです。待合の椅子を投げてガラスにひびを入れ、外の看板を倒して破壊したとのこと。営業に支障はないがガラスにひびが入っているので、用心のため変更ができない予約の方のみ裏口からの入店で対応していることをお話ししてくれました。私のせいではないと言ってくれましたが、気持ちが沈んでいます。面接。うちの会社は毎年決まった時期に短期バイトを募集しており、自分は採用担当だった。その日は5名ほど面接を予定しており、順調にこなしていた。3人目の面接に来た A さん、女性、は30手前の以下にもコミュ障っぽい人で採用はないなと思いつつも、杓子定規な質問をしていき、最後に何か質問はありますか?と尋ねた。すると A さんはぼそっと、こちらの面接を B さんという方が受けると思うんですが、と消え入りそうな声で聞いてきた。面接予定者のリストを見ると確かに B さんの名前があったので、友人か何かかと思い、いらっしゃいますね。お友達ですか?と返した。すると A さんは今までのコミュ障っぽいボソボソとした喋りはどこに行ったのやら、饒舌に B さんの素晴らしさを語り出した。5分ほど過ぎたところで、この後も面接がありますのでとお引き取りいただいた。そしてその日の最後の面接者が B さんだった。A さんの表現ぶりを思い出し、ある程度身構えていた。しかし面接に来た B さんは、30前半の物腰の落ち着いた仕事ができる感じの綺麗な女性だった。面接も順調に進み、高評価の印をリストにつけ雑談に移っていった。そういえば A さんも面接に見えられましたよ。お友達なんですか?と何気なく言ったんだがこれがやばかった。その瞬間に B さんの顔が、一瞬にして表情が凍りつき青白くなった。血の気をなくすってこういうことを言うんだって、本気で感心してしまったよ。B さんは震えた感じで、A さんが来たんですか?と聞いてきたので、見えられましたよ、と困惑しながら答えると B さんは突然、なんでよー。と叫びながら暴れ出した。ちょっと、落ち着いてください。と止めにかかるも錯乱した B さんはバッグを振り回し暴れる。叫び声を聞き応接室に同僚たちが駆けつけ、暴れる B さんを女性社員が抑えた。俺はバッグで顔面を叩かれ、顔を赤く腫らしながら履歴書に書いてある緊急連絡先に電話した。その後、一転して泣き崩れる B さんと、破壊されたガラスのショーケースを片付ける同僚たちと上司に事情を説明する俺。そしてセクハラしたんじゃないかという疑惑の目で俺を見る女性陣。しばらくして身なりの良い B さん母親が見えられ、後で主人が来ますので被害届はどうか、と E B さんを引き取っていった。それから1時間ほど上司たちから査問に遭い、社長が B さんの父親が来たら自分も立ち会うと言ってくれて、俺の処分は保留となった。夜7時くらいに老人士と30半ばの誠実そうな男が2人で来た。応接室に通すと開口一番すいませんでしたと謝られ、自分たちが父と元夫だと説明してくれた。俺が面接であったことを伝えると2人とも再び謝罪して、過去に A さんと B さんの間にあったことを話してくれた。B さんが以前勤めていた会社にアルバイトで来たのが A さんであり、B さんが指導係だったらしい。そして B さんに好意を抱いた A さんがストーカーになってしまった、ということだった。A さんが B さんにべったりで仕事に支障をきたすレベルになり、B さんが部署移動しても休み時間、帰りに待ち伏せ、用事を作って会いに来るなどを行い続けた結果、A さんはクビになった。それでも A さんのストーカー行為は収まらず、家族に怪我を負わせるにまで至ってしまったそうだ。旦那さんは階段から突き落とされ骨折までしたらしい。警察にも届け出たがなかなか動いてくれず、裁判沙汰になり A さんは接触禁止、裁判中は旦那の身を案じて離婚し仕事を辞め、精神科に通院し続けるという日々を B さんは送っていたらしい。そんな中リハビリも順調に行き、社会復帰しようと面接を受けたのがうちの会社だった。そして説明が終わるとショーケース、迷惑料として多分100万ぐらいだと思う封筒を差し出した。最後に A さんは精神病で障害者認定を受けているらしく、どうしようもないので、仕事を辞めて B さんとみんなで遠くに引っ越そうと思うと言っていた。そんな B さん家族に出張先で再会したので記念書き子。